龍が如く最新作ご期待ください。いいですね、皆さん、お見事でした。なかなか危うい立場にいらっしゃるようだ。そのあたりもじっくりと勘で含めるように教えて差し上げます。皆さんこんにちは。韓国系マフィアハン・ジュンギ役で出演させていただきます、中村ゆうちです。一番最初に聞いた時に、その龍が如くですっていうふうにしか聞いてなかったので、あれ前回出てるけど、じゃあ別なキャラクターだよなみたいなふうに思ってて、台本もらったらあれっていう見覚えがあるぞっていう形だったので、ちょっとそこは驚きましたけども、やっぱりね、アクションシーンの息とかボイスはね、結構大変でしたね。細かいんですよね。ここはね、本当に他のゲームと違うところですけど、他のゲームだと、やられ小、やられ中、やられ大みたいな、で、吹っ飛びとかなんですけど、龍が如くはボディやられ小とか顔やられ小とかまで出てきちゃって、確かに龍が如くを実際ゲームで遊んでる時に、ボディへの攻撃をした時の相手はこうやってくの字に折れて倒れるとか、そういう時にグワーって大きい声出すんでやっぱ変だから、リアリティを持っていくのはそういう音声の取り方にはなるんですけど、実際取るとなるとね、結構難しいんですね。そこはちょっと独特な苦労するポイントかなと思います。ハン・ジュンギはですね、龍が如く6で登場したキャラクターなんですけども、今回の作品でもまさかの登場ということになりました。ありがとうございます以前のハン・ジュンギはですね、表向きはホストクラブのオーナー、裏では韓国マフィアのボスというですね、2つの顔を持っていたんですけども、今回はですね、皆さん予想がつかない意外な立ち位置で、主人公春日たちの前に登場します。謎の多い男ハン・ジュンギ、彼はですね、果たして敵なのか味方なのかというところが一番大事なんですけども、物語の鍵を握るクールなイケメンキャラの活躍にどうぞご期待ください。